ドラッカー365日の金言。2月28日、顧客は誰か。これが最初に考えるべき問いである。顧客は誰かの問いこそ、企業の目的と使命を定義する上で、最初に考えるべき最も重要な問いである。優しい問いではない。まして答えの分かりきった問いではない。だが、この問いに対する答えによって、企業が自らをどう定義するかが決まってくる。最終需要者たる消費者は常に顧客である。しかし、ほとんどの事業が2種類の顧客を持つ。その両方が買ってくれなければならない。生活用品のメーカーは主婦と小売店という2つの種類の顧客を持つ。主婦に買う気を起こさせても店が品を置いてくれなければ何にもならない。店が目につくように陳列してくれても主婦が買ってくれなければ何にもならない。一方だけでは売り上げにつながらない。アクションポイント。あなたの財やサービスに何種類かの顧客がいるかを考えてください。その上で、それらすべての顧客を満足させているかを考えてください。